はい、どうもゲーム仮面です。さあ今回は、ロブロックスのアニメアドベンチャーズっていうね、ゲームをねやっていきたいと思います。これがね非常に面白い。ゲーム仮面はアニメオタクなんですけど、もういろんなアニメのキャラクターが出てくるし、好きなキャラだけでチーム作って、それでレベルアップしながらどんどんね戦っていけるっていうねやつなんです。ほら、ゲーム仮面かわいいよね。ほらすごいかわいい顔してると思いませんか。肩にねポチタっていうねチェーンソーマンに出てくるねチェーンソーの悪魔乗せてます。まずは戦っていきましょう。ゲーム仮面も結構ねもうルフィと悟空とあとねジョジョっていうね、はい、このプレイっていうところに行きます。プレイっていうところに行くとストーリーモードを進めることができるんでね。さあ早速空のところにここ入っていきましょう。進撃の巨人だね。進撃の巨人のね敵と戦えるマップですね。はい、始まりました。さあどっから迫ってくんだ。あ、壁の外から迫ってくるよ。やばいよこれ。よし頑張ろう。まずはじゃあちょっと悟空配置して、ルフィも配置しよう。ここにルフィ配置して、うやばい、進撃の巨人攻めてきてるよ。基本的には敵がね、スタート地点からこっちのね基地に向かって、どんどん敵をね送ってくるから、それをアニメのキャラクターを配置することでそれ防いでいくっていうね、配置したキャラクターはどんどんレベルアップしたりすることができるんだけど、お金っていうのがあって、敵を倒すとどんどんお金をゲットできる。そのゲットしたお金を使って味方を、アップグレードさせて強くしたりしながらうまく守っていくっていうゲームですね。巨人が攻めてきてるよ。やばいって、もうだいぶ攻めてきてる。やばい、通過されてない。もうあ、よかった、危ねえ。悟空のカメハメハが届いたからよかったけど、結構もうやばかったね。爆豪も置いちゃおうぜ。爆豪も置くね。よし行け、みんなで攻撃しろ。いいぞ、爆豪の爆発も結構強いじゃん。ルフィレベルアップ、ルフィ課金してレベルアップしとこうか。爆豪の攻撃めっちゃ届く。行け爆豪。やばい、めっちゃ来てるよ。爆豪なんとかして。爆豪いいぞ、爆豪、爆豪いいぞ。爆豪もう届かない、やべえ。爆豪ちょっとここに配置しよう。爆豪なんとかしてくれ、あいつを、あいつをなんとかしてくれ。やばいやばい、侵入されてるって。こいつにだいぶ侵入されてるな。やばい、こいつ食い止めないと負けるぞ。やばい、金がない、敵を倒してないから金がないぞ。こうなったらちょっとルフィ、このルフィを売却するんだ。このルフィを売却して、ちょっと待って待って、どこまで行ってる、どこまで行ってる。やばいって、やばいって。ちょっとなんとか爆豪止めて、爆豪なんとか止めて。危ねえ、なんとか爆豪が止めてくれたけど、やばかったね。もうだいぶ基地まで侵入されてたぞ。やばい、ちょっとジョータローここに配置しよっか。ジョータローなんとか止めてくれ、こいつらを。ジョータロー、ジョータローは攻撃力高いからね。ジョータロー53という攻撃力でね、全然みんなと違うね攻撃力だから、それでなんとか食い止め。あ、やべえ、いっぱい来てる、いっぱい来てる、巨人がいっぱい攻めてきてるって。どんどん巨人強くなってきてるからね、みんななんとか頑張って食い止めるんだ。爆豪も課金しよっか。爆豪も遠距離まで攻撃できるから、これで課金すれば結構強くなるんじゃない。いけー、おっしゃ、倒した、なんとか倒した。いいぞ爆豪、よくやった。いけー、うわー、めっちゃ来てる、うー、めっちゃ来てる、巨人めっちゃ来てるよ。うわー、なんか変な顔してたよあいつ。なんとか食い止めてくれ。やばい、危ねえ、ちょっと、もうこっちまで攻めてきてるよ。巨人は一匹残らず駆逐する。うわ、めっちゃたくさん来てる。え、たくさんいすぎだよ。え、巨人がいっぱい来すぎだよこれ。おい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 、来すぎだった、来すぎだってこれ。ちょっとなんとかみんなうまく耐えて倒すんだ。いいぞいいぞいいぞ、ジョジョの力に結構かかってるぞこれ。おお、倒した、なんとか倒した。やばい、ハゲ巨人もいっぱい来てる。ハゲ巨人も倒して、爆豪いけー。やばいやばい、ボス来た、ボス、やばい、ボス来てるって。
あー倒したボス倒したよ、ナイス、すごいボス一瞬で倒したじゃん。みんな強くなったな、みんな強くなったな本当に。よっしゃ勝った、よしやっと勝てたよ、よかった。危ねえ、え何これ、えなんか液体ゲットしたんだけど、レベル経験値アップに使えるやつかな。面白かったね。みんなもねちょっと気になったっていう人はぜひやってみてください。以上ゲーム仮面でした。